桜富オンラインおもちゃショーをご覧の皆さん、こんにちは。 MC の吉田千尋です。さあ、今回はパウパトロールの最新おもちゃ情報をご紹介してまいりましょう。それではここからはパウパトロールの最新おもちゃ情報をご紹介してまいりましょう。平井さん、お願いします。よろしくお願いします。タカラトミーの平井からパウパトロール紹介させていただきます。パウパトロールはアニメが非常に人気なんですけれども、はい、この夏なんと映画になります。大人気アニメパウパトロールがこの夏映画になってやってくる。アドベンチャーシティのみんなが大変だ。助けに行こう。パウパウ、さあパウパトロールの出動だ。新メンバーも大活躍。みんなが知らないお話だよ。どんなトラブルもパウッと解決。パウパトロールザ・ムービー。助けて。なんだ君は。パウパトロールです。かわいい。はい、8月の20日公開予定で、ハイクオリティなこの CG で活躍するパウたち、楽しみにしてください。はい、さらにですね、この映画から新しいおもちゃどんどん登場します。今日紹介するのはこちら、デラックス変形ビークルチェイススーパーポリスカー。めちゃくちゃでかいです。いや、迫力ありますね。こちらにも同じ、ね、はい、ありますけれども、はい、サイズが全然違いますね。はい、こちらのデラックス変形ビークル、うん、チェイススーパーポリスカー、はい、まあ、チェイスはですね、このフィギュアがついてて、まあ、乗ったり降りたりできるんですけれども、うん、この黄色いボタンを押すと、お、このように光とともにですね、エンジン音ですとか、はい、劇中のいろんなパトロール音とか、いろいろ音が流れます。迫力ありますね、まあ、はい、この劇中のね、公式ソングも、はい、流れたりと、まあ、非常に盛り上がる仕掛けがたくさんなんですけれども、はい、それだけじゃなくですね、うん、デラックス変形ビークルということで、すごいギミックがついてます。はい、このちょっと青いボタンを押してみたいと思います。はい、はい、わ、一気に変形しましたね。はい、バシャッとですね、はい、変形して前も展開して違うモードになりました。この時はですね、このパトロールで使うディスクを発射することができます。はい、こうしますね。はい、はい、わ、こんな感じでチェイスがパトロールで使うディスクを発射。はい、さらに、これだけじゃなくてですね、はい、もう一つ大きなギミックがあります、うん、はい、ここにある赤いボタンを押してみたいと思います。はい、はい、きますね。はい、ここがパシャッと前が開きましたね。はい、そしてもう一回押すとチェイスが出動。俺の正義が騒ぐぜということで、バイクに乗ったチェイスが飛び出していきます。はい、はい、さあ、デラックス変形ビーグルチェイスのスーパーポリスカーご紹介していただきましたが、平井さん、もう一つあるんですよね。はい、はい、なんとデラックス変形ビーグルはもう一つあります。それがこちら、パウパウ。おお、すごい。いや、このチェイスのポリスカーも大きいのに。はい、こちらデラックス変形ビーグルマーシャルスーパーファイヤートラック、でっかい消防車になってます。いや、めちゃくちゃでかいですね。はい、はい、そうですね、一緒に比べると、はい、全長が倍ぐらい違いますね。はい、まあ、これだけで、まあ、すごくワクワクするおもちゃだと思うんですけども、こちらはですね、チェイスのデラックス変形ビークルという、ここにライト&サウンド機能がついてまして、このように光って、はい、レスキューに出動する、うん、アクションをより楽しめる。あ、すごい、そうですね、臨場感ありますね。さらに、このいつものね、劇中の音も流れるようになってます。はい、さらにこの後部のはしごの部分に大きなギミックがあります。はい、おお、すごい、一気に変わりました。はい、一気に変形して、まあ、このように発射装置のようなものが出てきたり、後ろを見てみますね。さらにここが、大きく何かついてるのが見える。見えますね。よいしょ、はしごを入れます。そしてここにトランポリンがついてます。このトランポリン一体どうなるんでしょう。こうやって滑ってみて、ポンと最後にレスキューして、ここに落とすような遊びが楽しめます。はい、そこはここに、平井さんも画角に入らないぐらい高くなってますね。そうですね、こちらに足をこうやってね、かけて、はい、でもうこんな感じではしごが伸びて、はい、でレスキュー活動を助けたマーシャルが、おっ、
滑ってきて、ポーンとこのトランポリン受け止めてレスキュー成功。無事着地なんですね。そうですね、うん、はい、こんなレスキュー遊びが楽しめるようになっております。そしてですね、うん、先ほどお見せした発射装置、実はこれはですね、消火活動に使うウォーターボールを発射できます。このようにセットして、はい、よし、青ビルが数だ、イエイ、ウォーターボール、あーすごい感じでバシャッと水をまいて消火成功というところで、こんなレスキュー遊びも楽しめるようになってます。こんなに大きいんですね、はい、そうですね、はい、もう画面から切れるかのような長いはしごがやっぱり一番迫力があるかなと思います。はい、はい、デラックス変形ビークル、マーシャルスーパーファイヤートラック、7月22日発売になります。よろしくお願いします。お願いします。さあ皆さん、パウパトロールの最新情報いかがでしたでしょうか。デラックス変形ビークル、本当に迫力たっぷりですね。はい、ビッグサイズでギミック満載のデラックス変形ビークル2種出ますのでご期待ください。さらにですね、パウパトロールはアニメ、映画、そしておもちゃも続々出てまいりますので楽しみにしてもらえればと思います。さあ詳細は公式のホームページご覧ください。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。